えー、こんにちは2020年5月18日、連続講座、生物遺伝子ウイルス免疫医療感染症対策の理解のために、その第6回です。えー、本日は遺伝子 DNA と RNA の美しい構造について見てみたいと思います。これが DNA、これが RNA ですね。で私は、えー、講師を務めます船橋市議で予備校講師の朝倉と申します。 で私の市議としての新型コロナ対応関係の情報発信は朝倉未来への公式サイトにしてますのでどうぞご覧ください船橋でも保健所で6日連続すべて検体検査が陰性となっておりましてこの状況が,つがつ続くことを願っておりますでこの講座の中では、まあ、ゆっくり時間をかけてえ回数をかけて説明いたします 要点のみをウイルス対策の要点のみ知りたい人はすでに2月24日にウイルス関連動画3本発信しておりますのでどうぞご覧ください。でえっと昨日やりましたように生態構成物質の中で、まあ、糖質、炭水化物脂質、タンパク質、核酸この4種類が有機物としては重要だということで特に昨日タンパク質の構造についてありましたアミノ酸の並びによって、えー、タンパク質があのできているということですね。 それでえ、タンパク質がこの緑で表現したもので、細胞の中で働いたり、細胞の外に分泌されたりして、こういう独特の立体構造、アミノ酸並列とそれからそれが関係してできる立体構造を持ち、さまざまな酵素としての働きとか構造の働きをしている。じゃあ、このタンパク質のアミノ酸の並びを決めているのはえだど、どこか指定して決めているかというと、それが本日のテーマである DNA ですね。DNA に載ってる暗号が メッセンジャー RNA というものにコピーされてそれがタンパクのアミノ酸配列を決める情報のもとになってますで DNA の情報をメッセンジャー RNA に転写しそし,そしてタンパクのアミノ酸配列に翻訳するという流れが暗号の流れがありますただその暗号の流れはまたじっくり説明するので本日はまずはこの DNA と RNA というものの、えー、分子の構造について見てみたいと思います まずその遺伝子の研究の歴史について概要なんですが1865年にメンデルが遺伝の3法則を発見しました遺伝現象の原理を発見したんですねでその後1926年にモーガンという人が遺伝子というものはあの染色体という紐の上に乗ってる顕微鏡で見える紐のようなものに乗ってるということをまあ提唱したんですけどその染色体という紐が えー、実はタンパク質というものと DNA というものでできてたんですね。で当時、実はタンパク質はよく分かっていたんですが、DNA というのはよく分からない物質だったんで、えー、遺伝子の本体はタンパクなのか、DNA なのかという論争がありましたで。タンパクは20種類アミノ酸があるので、それなりに多様性があるので、こっちが遺伝子という考え方も多かったんですね。ということで、ずっと論争が続けられてきます。でその論争に決着をつけて、 その遺伝子の本体は DNA だということを解明したのが2グループありましてあのこのエイブリーという人とそれからハーシー・チェイスの実験ですでその、D、遺伝子の本体が DNA だとい,ということが分かった後にワトソン・クリック、まあ、これについてはちょっと裏話もあるんですが DNA の二重らせん構造を えー、突き止め、それから DNA の遺伝暗号の仕組みを突き止めそれから遺伝子組み換えなどが可能になってきたというで、えー、2003年にはヒトゲノムの遺伝子がすべて解明されたとで、あのー、今の時代に関連すると1986年にマリスが PCR 法という DNA の増加法を開発したのが現在その PCR 検査の基本になっているということですねさてこの遺伝子の研究の一つのポイントはまああのー、 ここの、えー、モーガンの染色体説の時の遺伝子本体がタンパクか DNA かどちらかを決める論争があった時の最終決着に、えー、ウイルスが関係していたんですね、ウイルスの研究が。ちょっとそれを紹介したいと思います。T2 ファージという不思議な形のウイルスがいます。これは DNA というものとそれを包むロケットのような空のタンパクがあって、えー、と大腸菌に寄生するんですね。で、えっ、ー、と ウイルスというのは、人とかに侵入するだけじゃなくて、細菌にも侵入するウイルスがおりまして、この T2 ファージもそうなんですが、どうやって侵入するかというと、こうロケットみたいなものが大腸菌に張り付くと、そしてこの DNA だけ注射するんですね、タンパクの殻は残したまま、これ、殻になっちゃいます、そして DNA を注射すると、DNA が増幅してコピーされて、そしてその DNA の情報をもとに殻ができて、合体して子供が出てくるということですね。 で子供が出てくるときに大腸菌を溶かして壊すので、えー、溶菌現象というんですが、溶かすということのギリシャ語で、由来の英語でファージという言葉があるんですね。ファジーというのは曖昧で、ファージというのは溶かすということです。で、T2 ファージという名前がついております。で、これ,これを使ってハーシー・チェイスは実験をしたんです。えっと、面白い実験をしました。このタンパクと DNA か、どっちが遺伝子本体かという論争になってたんで、 DNA の方を放射性物質で標識したと、そして追跡調査できるようにしたと、でタンパクの方はあは普通の物質を使ってたという実験と、逆にタンパクの方を放射性物質にして、DNA の方はあは普通の物質を使ったという2種類の実験をやって、追跡調査したんですね。で、そうしたら、こちらで大腸菌に感染させたウイルスからは、え放射性が出てきた。 つまり DNA が子供に伝えられたと、だから DNA が子供に伝えられた遺伝子だということが分かった。一方、タンパクはこの図にありますように殻で外に残りますので、注射された DNA は放射性を持っていませんので、こっち放射性なかったということで、あ子孫に伝えられる遺伝子は DNA な,なんだなということがウイルスの研究によって分かったんですね。それでは本題に戻ります。DNA と RNA というものがあります。 DNA が人などの、えー、私たちの体の遺伝子本体で、私たちの体の中では明日以降、詳しく説明しますけど、こっちが主体で、こっちは脇役です、こっちの情報をコピーするだけの役割をしているんですね。ところが、えー、こっちが主役で遺伝子としてやっているやつが、これ、ウイルスなんかの一部は、まあ、コロナなんかも含むウイルスは RNA を遺伝子として持っております。さて なんかこれが分子構造でありますで分子構造のまず共通点を見ていきますね、d n と RNA。まずここに、まあなんかえー、と形が書いてありますけど、この3つの構造が合体してヌクレオシトという構造ができてるんですね。でこれは、あのここに、まあえー、真ん中にありますが、糖というやつ、あの糖分の糖ですね。そして、ここ、ピ p と書いてあるのがリン酸というやつです。でこれが塩基ですね。 糖えー、塩基とリン酸が、えー、くっついたヌクリオシトという構造があります。これはちょっとこの形で、こ,うこれを酸素原子なんですけど、こ,のこれを人の顔と見立てると、こう顔、ここに体があって、左手と右手、まあ、どっちでもいいんですけど、を上げてる、こっちの手は高く上げて、こっちは水平に上げてる、まあ、あの人みたいな形ですね。 でこれがヌクオシトルという単位で、このヌクオシトルという単位がつながってできている点は DNA も RNA も一緒です、共通性は。一方、違いのところに注目してくると、違い3点あります。1つは、あのここの糖の種類が違うんですねこれデオキシ。こっちがデオキシリボースで、こっちリボースと言います。でこのデオキシリボースとリボースというのが DNA の D の由来で、リボースの R が RNA の R の由来です。でこれはちょっと後で言いますけどリボースが 糖の基本形で、えー、それに対してオキシが1つ少ないのでデオキシということで DNA、まあ、デオキシリボ核酸 DNA の名前の由来になって D の名前の由来になっていますまずこの糖が違うということですねそれから鎖の本数が違いますねこれこっちは2本差になっていてこっちは1本差になっているというところが違います、まあ、これらんを組むんですけどまた3点目が 塩基の種類が ATGC なんですけど、こっちは AUGC、T と U が違うという3点の違いがありますけど、むしろ共通性能が多いと、全体の形はまそっくりであるということを注目しておいてください。それでは、えっと、今言ったことを表で確認したものがこうでありまして、まあ、こんな感じでえ違いがあるということですね。さて、えそれではあ、もう一つ重要なことを言っておきますと、えっと、ここに アンチパラレルという表現があると思うんですが、実はこの塔に番号がついてまして、ここに炭素があるんです、ここの根元のところに、炭素の、えっと、時計回りにここに1ダッシュ炭素、2ダッシュ炭素、3ダッシュ炭素、4ダッシュ炭素、5ダッシュ炭素、3という炭素と5つの炭素に番号がついてまして、この手を挙げたようなこちらのところが5ダッシュの位置に相当するんですね。でここが こ,ここの足首のような相当するとこが3ダッシュに相当します。で、そうすると、このこっちからこっち向きを5ダッシュ3ダッシュ方向と言います。まあ、これを人と見立てると、頭からあの足の方向が5ダッシュ3ダッシュ方向ですね。で、この5ダッシュ3ダッシュ方向というのが DNA でも RNA でもあの物質合成の向きになってますし、明日以降やる暗号の時にも、これが、あの、暗号を読んでく 向ききになりますすのででこれをよく見ておいいいただきただんですがそうすると二重らせんの DNA の反対側の鎖が、えー、この O が逆向きになっているつまり5打サ3ダー方向は逆向きになっているというところをちょっと注目しておいてくださいこれ逆平行アンチパラレルと言いますまあ鉛筆2本あるとしたらそのボールペンでもいいんですがえっと二重らせんはこう こういうい同じ向きにあの先端があるんじゃなくてこうなってるということですね。えあの先端向きが逆向きになってるということが重要な発見でありました。それではえ引き続いてもうちょっと DNA の構造を詳しく見ていきます。DNA の構造は横幅が2ナノメーターという長さで縦幅がこう塩基対、塩基が対になってるところが10、あのー、まあって、えー で1回転する30、まあ、約36度ずつ回転していくと、10つやると360度回転しますね。螺旋のようにこう徐々に巻いていくんですね。で、そのこの1ピッチ10円基対で3.4ナノメーターです。そうするとこの縦幅、1円基間の距離が0.34ナノメーターですので、DNA の長さの目安を少し計算してみたいと思うんですが、人ゲノム、えー人 の生死や乱の中に入っている核内の DNA の塩基対数は32億、まあ、約30億塩基対というふうに分かっております。で、その30億というのをあの指数で表すと 3×10 の9乗ということになります。で、これは、生死卵の中にそれだけ入ってますのけれど、私たちは生死卵が合体して、 2セットもお父さん由来の遺伝子1セットとお母さん由来の遺伝子1セット持ってますので2セット持ってますから体細胞私たちの体細胞は 6×10 の9乗の塩基対を持ってますで一方この縦幅が0.34で0.34ナノメーターというのはナノというのは10のマイナス球乗ですので 0.34×10 のマイナス球乗ですのでこれをその人の細胞の核の中に入っている DNA を全部縦に長くつなげると これかけるこれになりましてちょうど10のマイナス9と10の9乗が消え合って 2m なんですねえ顕微鏡でしか見えない細胞の核の中の DNA を全部つなぎ合わせるとなんと人の身長ぐらいの長さの紐が入ってるんですそれが何であのちっちゃな世界に収まるかというとこのヒストンという丸い玉に巻きつけてうまく折りたたんできれいに折りたたんで核の中に収納してるという絶妙なことを、えー、人の、えー、体の中では行ってます さてそれではもう一回ちょっと登場人物を確認しておくとこのこれこれを基礎単位として持つとヌクレオシというものがつながった鎖だということがあると思うんですけどその部品をこれから見ていきたいと思いますまず糖を見てリン酸を見て塩基この三種類について見てみたいと思いますでまず糖なんですが糖はまあ皆さんが食べているそのでんぷんの中のグルコースとかあのし、えー 果物の中に入っている化糖フルクトースとか、えー、いうものがありますけどその糖の仲間というのは、えっと、これが分子構造の基本なんですね、えー、炭素骨格の、えー、炭素の両脇に水素と水酸基 OH があるとでそうすると炭素1つに対して H と OH があると合わせて H2O になりますので、えー、まあこう H が2倍、C の2倍なので分子式を書くと H に対してあ C に対して H が2倍あって O は C と同じ数になりますでこの H、CNH2NON をここをまとめますと H2O の N 倍ということになりますで実はこれが日本語でも炭水化物あるいは英語でもカーボハイドレートという名前のら来で炭 炭素が水と化合した物質確かにこういうふうに分析を見ると炭素が水と化合した物質という意味ですねカーボハイドレートというのもソウルで納得できる言葉になりますさてでこの五炭糖は鎖状分子を作ることもあるんですがやはり基本的にはこ,のこれがうまくつながって輪っか状になりましてこういう形になりますでこういう形に五炭糖炭素が5つある糖ではここに 酸素が来て、ここに炭素が来るんですね、ここに炭素が来て、ちょっとはみ出たところに炭素が来て、5炭糖になりますで。6炭糖、これが私たちがでんぷんとして食べているグルコースなんですけど、6炭糖。6炭糖の場合には、ここに炭素が来まして、ここに酸素がある形になって、まあ、六角形の形になります。これがよく炭素とあの糖の分子式としてよく出てくる輪っか状の構造であります。この基本は炭素骨格ということですね。それでは、 これともう一つあの比較してみたいと思うんですが、本日のテーマは脂質はあんまり出てこないんですが、炭あの炭水化物等との比較のためにちょっと脂質の分子構造を見てみたいと思います。これはネットでステアリン酸というまあいろんな、えー、脂質の成分があります。えっ、ー、と買えますね。これ石鹸用油脂や手作りコスメの材料としてまあこれ買ってほしいってことじゃなくて、ネットでこういうものが平気あの普通に出てますよという意味で出したんですが。 えー、これ脂質の一種の脂肪酸なんですが脂肪酸・脂質というのはこんな構造してるんですね、えー、さっきの、えー、炭素の鎖が、えー、骨格になっていると答えでしょうところがさっきは糖は C に対して上に H 下に OH があったんだけど脂質の場合には全部 H だけなんですね、H だけです、まあ。一番末端だけカルボン酸という O が含んだ部分はありますけどこういう構造です。 でこういう構造の場合にはもう H があるのは当たり前ということで炭素のあるところをこの折れ,折れ線の折り曲がりのところに表現してこういうふうに分子式で示してしまうこともできますさてちょっとまあせっかくですから、えっと、これがステアリン酸の化学式 C と H がだって C がたくさんあって H がその約2倍ありますねで O はわずかここに2つしかないということですそれに対してグルコースは C6H2O6 です そうするとエネルギー源として見た場合にはあの最終的にこれを、まあまあ、例えてと言うと燃やして二酸化炭素と水にする時の出るときのエネルギーで実は、えー、私たちは代謝のエネルギーを作っているのでここはもうすでにここがもう水になっちゃってますねそうすると炭素の6つの分しか燃焼できないということで。 エネルギーが少ないに対してこっちは実は酸素が少ないだけこれから燃焼ができる、まあ、燃焼というのはちょっと比喩的な表現ですけどエネルギーを取り出すことができるのでよく脂肪が糖よりも蓄積エネルギーが大きいと表現されるのは、まあ、こ,のこ,のこの理由ですねそれでは、えーまあ、炭水化物にまた話を戻してこの視点で、まあ、再びこれを確認していきますとここのところに炭素があって番号がついているということですねそして、 リボースが基本形、5、5ということで、1対2対1というのが基本形で、これが糖の基本形です。で、その基本形から比較すると、ここが OH のところが H になってしまって、オキシが1つ少ない、オキシジェン、つまり酸素が1つ少ないということで、デオキシリボース、このデオキシというのが DNA の D の名前の由来ということになります。それではもう1つ、リン酸の方の話にいきましょう。 でリン酸の方の話に行くときにちょっとあの知っておいていただきたいのが、えー、とこの分,子分子の末端に水素と酸素があるこれ水酸器というんですが水酸器があるときに、えー、ここの水素は少し、えー、酸素は、えー、原子核が大きいために少し電子を引きつけて前デルタマイナス、ちょいマイナスを帯びている。こっちは H はプラスを帯びているでこの H というのが外れやすいんですねでこれとこれに電離しやすいという性質もあります。でそれで、えー 次にリンというものに注目するのでリンについて見ていきたいんですが昨日までの話ではこの周期法の中で N は、えーまあ、これあと3つ共有結合をすれば8つに満たされるということで3つで C はあと4つ共有結合をすればあの満たされるということで結合子が4つとで酸素は2つということを説明しましたでその流れでいうとリンもこの窒素に 一番外側の配列が似ているので、本当は3つになってもおかしくないんだけど、ちょっとこれは理由を説明すると難しくなるので、省きますけどけ、共有結合する手が5つあるんですね、リンについてはちょっと例外で、5つあると押さえていってください。それではそれを見た上で、えで、っと、この背骨のリン酸のところを見ていきますと、リン酸は、まあ、ここ、リンの周りにこう5つあって、この5つのうち2つは酸素と結合すると。 で3つが水酸基と結合していてそれが電離してこういう形になるんですね水素はあの取れてそしてこれが酸の元になりますでその時にこの上下の,、えー、あの酸素原子はこっちと結びつくんですねあのこっちのデオキシリボースと結びつくで下の方はこう下の 3' の水酸基のところで結びつくということでこれとこれは この分子の結合の中に組み込まれるところはここに3、O マイナスが1つ残りますこの O マイナスが実は、えっと、そもそも、えっと、名前の由来なんですけど、えっと、DNA と RNA というのは正式はちょっとこれ確認しなきゃいけなかったですね DNA はデオキシリボヌクレイクアシッドデオキシリボ核酸と言いますで RNA はリボヌクレイクアシッドリボ核酸と言いますこ酸性なんですね でその酸性というのはなぜ酸性かということなんですが酸というのは何かということなんですが、えっと、中学の時に塩酸とか硫酸とか酢酸,酸とか酢、まあ、酸,酸は高校なんですけど酢、まあ、酸,酸は高校だけで一番私たちに身近にある酢ですね酢のことですけど酸というのは実は 分子が水溶液中で電離して H プラスを放出するものを3つ入ます。硫酸はこういうに H プラス、塩酸はこの H プラスを放出して、酢、えっと、酸はこ,うこれを放出して、これが残ります。そうすると放出した側の反対側、本体の方はマイナスを帯びるんですね。マイナスを帯びるんです。そうすると、DNA は。 ここのののとここころにマイナスががつ残りますのでこれ水素がここの部分を吐き出したはずなんですここは結合に酸化したから、まあえーまあ、あのそういうことには関係しなくなるんだけどここは水素を1つ剥がしたので水ここから水素が1つ剥がれたということで実は DNA も RNA もこ,ここがマイナスを帯びてることがあのこの水素を出した証拠で酸の一種なんで。 母核酸とかリボ核酸というふうに酸の一種だというふうに考えてくださいそれでは最後一番重要なところですけど実はじゃあ DNARNA って RNA というのはんか DNARNA ってちょっと最初に言うべきでしたけど美しいというか金星の構造をしてるんですね、まあ、特に DNA は二重らせんで金星の構造をしてますで RNA も1本だけど金星な秩序だ立った構造をしてますだからこそ、えー 40億年も間子子孫に脈々とと受け継がれて遺伝子として働くことがでできたんですねそれでは、えー、遺伝子として働く時の,、えー、の時に何が情報になっているかというとこのリン酸と糖、このリン酸と糖は全生物の DNA も RNA も、えー、DNA 同士しとか RNA 同士しだったら全部全く等しいんですね。じゃあ何が生物ごとに遺伝子が違うかというと、この塩基なんです。 このの塩基の並び方が違う。ATGC とか、まあ、ATGCCCG と並ぶのか ACCTCAG と並ぶのかでその,、えー、その並び方が暗号になっていまして生物のさまざまな特徴を作るんですこれ RNA でもここに暗号の並びを作ることができますからそれがあの重要なんですねでその暗号の並びに行く前にそう DNA についてこの必ず対面したときに こう二重らせんでこう反対面します、でその時に、ここ、塩基のところが内側に対面してくっついてるこれあのくっついてるんですけども、まあ、ちょうどそのチ,ャックでチャックが閉まるときに、両方の鋼がこう対面して向き合うような形でこう閉じられるんですね、ままあ、マグネットって言ってもいいですけどで、その時に相手が決まってます、アデニンの反対側にはチミン。 グアニンの反対側にはシトシンというふうに決まってまして、これ必ず鍵と鍵穴みたいにぴったり分子結合がぴったり合うのは、水素結合という緩やかな電気的な引き合いがぴったり合うのは、その A と T、G と C というふうに決まってるんですね。で、えー、RN の場合にはチミンの代わりにウラシがありますので、A の代わりに U が、あ、T の代わりに U がきますから、A と U、G と C が結合します。で、この A と T、G と C が必ず対面しているというのが、 まあ基本原則で、これ、延期の相補性と言ってるんですが、これをまあ抑えてください、まあ、受験生にはよく、来年はぜひ大学に合格して、アットグリーンキャンパス、緑のキャンパスで青春をお歌してください、今年一年頑張ってくださいという,う言うんですけど、アット GC ですね、A と T、G と C が対面しております。で、これ、ちょうどぴったり同じ幅になりますので、二重らせんの中にきれいにこう収まるんですね、という特徴があります。 それで、まあ、日常生活的なこと言うとよくプリンあこのアデニンとグアニンは塩基の中でも特にプリン塩基と言ってます。でこっち、えー、と輪っかが1つの方のチミン、ウラシル、シトシンはピリミジ塩基と言ってます。で輪っかが2つなっている、えー、アデニンとグアニンはプリン塩基と言ってますでプリン塩基というのは どっか健康を気にしている人は聞いたことがあると思うんですがサラリーマンとかが飲み屋とかでよく飲み食いをしているとプリンの取りすぎで痛風になるというプリン体は取りすぎるとこれが体の中で代謝されまして尿酸になりますで尿酸は血管末に詰まって痛風の原因となるので、まあ、これが AG ですねということで、まあ、これは覚,覚え方というか私が考えたんですけどプリンの味を占めると痛風になるということで プリ,ンはええプリン体はえ尿酸を経て痛風の原因となるということで押さえてください。それでは、えっと、最後にということになりますがこのような研究をした人で特に DNA 二重螺旋構造を解明した人がこれがワトソン・クリックこの2人がえ名前が残っております。しかししか実はあの2人はは人基礎研究は一切ててなくて 人の研究データを総合ししてて論文を書いて解明したんですね。じゃあ基礎研究は誰がしていたかというと、まあ、主にこのロザリンド・フランクリンという女性研究者とシャルガフという研究者ですでこのロザリンド・フランクリンが X 線解説写真を撮りましたそしてさっき言った5ダッシュ3ダッシュ方向の鎖の向きが逆だということも彼女が解明しております えー、そしてこのシャルガフがアデニンとチミングアニンとシトシンの比率が等しいので塩基の並びはこれが対面しているということを確かめたんですね。で特に、えー、このワトソンとクリックフランクリンの間は非常に、えー、なんていうかなこうドラマがありまして、まあ、それイギリスの BBC がドラマにしてるやつを私も思ってるんですが、まあ、それを時々、あのーまあ、あのお見せしたりし,ましてますけどちょうどフランクリンが でで実はこの2人がノーベル賞をもらって、まあ、ついでにこの方ももらったんですけどフランクリンはノーベル賞には受賞しなかったなぜかというとこの DNA 構造解明の1953年の5年後にがん、えー、で亡くなってしまったんですね。ということで、えーっとまあ、あの埋もれた研究者ということになりましたけど最近ようやくフランクリンの、えー、役割を、えー、明記して、えー、復権させようという動きがあります、まあ、本もうこういうこいい本が書かれてます。 えっと、ダークレディーと呼ばれて「えっと、二重らせん発見とドドラダレンド・フランクリンの真実」という本が出ておりますのでぜひ見ていただければと思います、えーっと。今年は実はフランクリンが生誕したのがあ1920年の7月25日ですから、えー、ナイチンゲールの時はちょっと緊急事態宣言で集会とかできなかったんですが、えーっとまあ、7月25日だったら。 多分ん、えー、勤労市民センターとかは使えると思いますので、えー、ロザリン・ド・フランクリンの業績を、えーまあ、100周年の記念に、えー、考える、えー、講演会的なことをやろうかなというふうに考えております。はいえー、それでは本日の最後のまとめですが、えー、っとちょっといろいろ言いましたけどこの DNA、えー、人の遺伝子である DNA 二重らせんそして、えー、っとウイルスなんかで遺伝子として使われている RNA で人ではこれは DNA の補助として使われている、まあ、コピーとして使われているで、それは両方ともヌクルストという構造で共通性があり、その中の構造の3構造、リン酸、と塩基は一緒とで、ただ微妙に違う点が糖の種類が微妙に違い、塩基がちょっと種類が違い、そして二重らせんか一本差の違いがあるとで、二重らせんの場合にはここの対面する A と T、G と C という塩基対のペアが決まっていると。 でいよいよ明日以降、この ATGC の暗号が、あるいは RNA だったら AUGC の暗号が、アミノ酸の並びにどのように暗号として決まってるかというい、いよいよ一番重要な暗号、その暗号をウイルスが実は同じ暗号を使って、人の細胞にウイルスタンパクを作らせてるということでもありますので、そこらへんに迫ってまいりたいと思います。本日はごご清聴ありがとうございました